はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4やっていきます。パワーマーの、フュージョンコアが、ゴミの集積場みたいなところで偶然見つかったので、また入れて動かしてきました。で、今どこにいるのかというと、クエストのザファーストステップの続き、レイダーをコーベジャーアセンブリープラントで殺せ。アセンブリープラントってことはなんかの生産工場だね。で、ちょっとここ動画撮る前に下見に来たんですが、相当レイダーたちがいるので、ここはやっぱりパワーマー結構大事だけど使うしかないと。で、結構マップのいろんなところを冒険して、いろんな地点を、ここら一帯で発見しました。で、まあ、そこそこいい武器も手に入れたりして、例えば、これはハンドガンにスコープがついてる武器。あと、ボルトアクションの武器、あとスナイパーライフルの弾も見つけたので、これも使える。あと、ミニガンの弾も運よく拾ったので、ミニガンの弾もまたある。素晴らしい。で、まあ、今武器に関しては特に問題ないので、こんな感じでやっていこう。犬は一回スタンドに置いてきました。レイダーたちを殺しめてやる。で、パワーアーマーも少し改造して強くしてあります。まずここにいるんだよな、一人。スナイパーライフル、あれだ。よし、3人いた。はい、あ、出てこい。はい、あー、ミスった。よし、ちょっとレーザー銃持とうかな。あと、ここにこのマシンガンターレットあるので、マシンガンターレット結構ダメージ大きい。ちょっと顔出して、これで壊しちゃおう。はい、 OK もらって、もう一つ、あ、そこにあった。はい。はい。で、今、この UI の右から2番目のコアっていうのが、フュージョンコアのパーセンテージなんですけど、これ、0になったらもう、消耗品なので消失してしまいます。なので、どうもこれをパーセンテージ0になる前に取り出しちゃって、商人か誰かに売り払う。そして、お金を手に入れたら、その商人が持ってれば購入するのが一番効率いいと。おっと、ん、パンチ、パンチ、パンチも強いぞ。ほら、え、これグールだ、これ。よし、あ、まだいる。バッツ、バッツで狙いない。近接攻撃、パワーマーの近接攻撃と、あとストレングスをたくさん上げてたから最強。さあ、だけどもうフュージョンコアがもう半分切っている。あっちだね。ここ上に敵いたと思うんだよな、スナイパーライフルを活躍させるとき。いないかな。おっと、二人いるね。片方をくつろいでいるところ、頭パン。もう一人が、おい、なんで気づいていない。まだいる。リロード、気づかれた。もう一つ、スコープなしの方のスナイパーライフルかな、これは。あ、タレットある。タレットはこれで壊しちゃおう。ぐるぐるっとして、はい、ぐるぐるっとして、と、敵も一人いるな。体力はまだまだあるね。はい、
近くで撃った方が威力はやっぱ高いのかな。 OK。 あ、上に敵いた。おっ、いた。はい、強い。さあここだよ、調子いいよ。まだ敵の反応あるけど中に入っちゃおう。さあ中に入った。とりあえずショットガン使っていこう。ガチャッ。あ、マジ。おっ、強い。こっちにいるかな。いない。話を聞こえ、あ、頭が見えた。おっと、よし。おっ、おっ、あれ当たってない。うまく狙って、はい、もう一人いる。こういう時はね、はい近接攻撃の方が強いな。もらってスティンパックももらおう。まだいる。お、はい、うん、よし。お、頭が吹っ飛んだ。まだいる。おっと、グレネード、敵がいる。ここ、あ、あれ、リロード。はい、はい、ショットガン使っていこう。上にいる。はい、もう一発。え、とどめもらって、おっと、マシンがある。リロードして、広いな。とフュージョンコアがちょっと来てるな。こっち行こう。あ、出ちゃう。外に出たか。あ、ここに出たんだ。おっと、え、なぜそこにいる。パンチ、もう一発、よし、いただいて。いない。仕方ない。ちょっとパークとかを入手すれば、このコアの減りを少し遅くすることもできるらしいんですが、やっぱ減りが早いな。あ、待って、まだいる。仕方ない。あ、違う、一回入って一旦スタンドに戻って、もう一回ファストトラベルでここに帰ってこよう。ファストトラベルができるのがちょっと便利だね。一回スタンドにファストトラベル。はい、一回ストアに、ストアっていうかスタンドか、スタンドに帰ってきて、で、ここで、ここで脱いで、オッケー。さあ、パワーコアはじゃあこの辺で置いていこう。で、もう一回ファストトラベルして戻ればいいと。これでパワーコアはね、いけるね。さあ、行こうか。さあ、戻ってきましたよ。また敵が復活してたりはしてない。食料とかもね、結構ね、料理したりして。だから、メディキットとか、その辺がスチームパックとかがなくても、この辺のアイテムあれば結構ね、体力が回復してくれちゃう。ヌカコーラもある。あとこのヌカコーラクアンタムっていうこのアイテム。なんか、怪しい色したブルーのコーラだけど、これめちゃめちゃ HP 回復するのと、あと、ラッツも、まあ、ラッツっていうのが放射能のことだ。放射能も回復できちゃう。これ最強。これ飲んで、あ、食べて。ラッツなんて関係ない。とりあえずもう一回ここから入ろうか。いただいて。ショットガン。この人たち結構ショットガンの弾持ってる。まだいる？上かな？上だね。おっと。こっちにいない。
上だね。上なのかな、ちょっと上下が、上下関係がよくわかんない。こっちなんだろう、こっち下。ドアいるな。ふっおっよし、聞こえたか、敵いるな。ターレットもあるし、これだ。ぐるぐるの、気づかれてない。でもタレットを壊しちゃおう、ちょっと先に。お、壊れた。いるじゃない、こういう時は。はい、2発。これがバッツっていうね、こういう攻撃ができちゃう技。これはね、パークとかのね、アジリティだっけな、アジリティに関係してる技で、クリティカルが出やすくなる。あとはまあ、今打つ時に出た数値が確率なんですけど、これで外すことなく弾を確実に当てることができる。パーセンテージさえあれば。でこの辺はクラフトアイテムになるから、もらえるならいただいておこうかな、適当に。キャビネットなんもない。親玉みたいのがいるかな、ここに。そいつがいたら、そいつを倒す。ここはこんなもん。なんだこれ、エレベーター。下へ参ります。あ、動くのかこれ。ちょっと敵もいるから先に敵倒そう。レーダースカム、ここ敵ない。あ、おっと、敵がいた。これはもうちょっと会場を上げないと開けれないけど、なんかあんのかな。ターミナルは使えそうにない。あ、で、これがタレットだ。リロード。タレットこっちから。あ、危ない、危ない。リロード。ヒューズゲット。まだいる？これやっぱり生産工場だね。これなんだろう、これドーナツじゃないよね、これ。コーラントキャップっていうのかな。敵まだいるかな、ここ。こっちか。もらって。下にいる？アグレッシブに行っちゃうよ。いるな。ポッ、ちょっと待った。スティム使っておこうか。スティムパック使って。回復、あ、使いすぎたかな。リロード。リロード、ショットガン強いな。ラッツ。2発くらい。かっこいい。一発で済んだ。アイテムをいただいて、メンタス。ここはもうなんもない。生産工場だね、やっぱり。この辺クラフトのいいアイテムになりうるかな。今アイテムどんくらい持ってる。重量倍になるとちょっと困っちゃうから、今度来てまたたっぷりくすめていこうかな。エレベーターで上行けるなら行ってしまう。目的地は上だそうだから。と、待って、まだ敵がいる。迷うな、ここ。おっと。ん、パンチ。ほら。なんか燃えてる。迷ってる。さっきどっから来たっけ。こっちじゃない。あ、待って、会場。もらって。あ、エレベーターもう一回呼んで、どこに行くんだこれ。ハッチが開く。
あ、一回しか上がらない。メインアセンブリーライン。メイン工場か。あーっと、いるね。これ、ステルスもできるんだろうけど。うん、無理だね。スナイパーライフル。あ、あれ、タレットか。タレットの前に人やっちゃおう。はい。お仕事お疲れ様です。あ、今倒したもしかして。ボス。あ、今のボスだったもしかして。ボス倒した。ボス倒したけど、敵がいるから。あれ？あそこの人気づいてない。あと4発か。こっから外に出れるのかな。出れるけど、全員倒していこう。おっと、タレットあったな。違う違う違う。レーザーぐるぐるっとやって、おっと燃え始めた。こっち行こう。こっち行ける、行ける。敵はどこにいる。いた。よし。タレットがあった。はい。はい。もう一丁。どこにいる。あれか。はい。バッツが使えない。バッツが使えた。当たるかな。こっち当たるか。当たらない。ピストル、あ、ピース、オートピストルの弾かなりあるな。顔出せ。リロード。よし。あんまり威力ない。リーダー。リーダー。これじゃない。手榴弾ゲット。ここちょっと上に登りたい。登り方がわからない。登り方がわからないから仕方ない。帰ろう。なんかさっきから変な音鳴ってるけど、外出よう。OK、 来た。ロードがすげえ長かった。開ける。大外だ。雨が降ってる。ひとまず知らないうちにリーダーを倒したけど、テンパインズ、これブルーフじゃなくてブラフだね。ブラフにおいてあなたの成功を移住者に報告する。これでまあ安全。ん？何ですと。あ、うん、ワンショットじゃなかった。かっこ悪い。うん、硬い。うん、パンチ。待ってる、まだいる。スティム。でまだいたか。レーザー銃、そこにいた。おっと、グレネード。遠いな。リロード。結構いるな。グレネード。危ない。やばい、死ぬ。回復して。一瞬足が折れたかもしんないけど、関係ない。遠いな、ちょっと。そこにもいる。よし。あ、倒してね。よし。結構弾の弾道がね、リアルなんだね。ちゃんと狙わないとまっすぐ飛んでいかない。よし。
まだグレネード投げてくる。どこにいる？上か。こういう時にバッツってね、敵がどこにいるのかね、策的にも使えるのがいいね。ちょっと火炎瓶すげえ投げてる。これでオッケー。まだいる。そこか。逃げましょう、逃げましょう。もう退却。これとんでもないレーダーたちのソックスだ。ちょっとここはまた動画外に来て完璧に陥落させておくかな。よし、じゃあひとまずテンパイズブラフに戻って親玉は倒したと報告してこよう。さあやってきた。そこにいる。彼らの面倒を見た。Yeah, I took care of them. No kidding?ボトルキャップゲット。That's the best piece of news we've had around here for a good long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, we'd join up with the Minutemen again. 我々は再びミニットマンに協力するだろう。ちょっとね、ミニットマンが一体どういう人なのか、ちょっと今の翻訳ではよく把握してないんだよな。ひとまず OK。トマトがあるならちょっとトマトもらおう。うまく成長してる。さあ、じゃあ、ヤービーに。報告すると。で、そうだ。動画外で結構サンクチュアリをね、発展させてたので、行ってみよう。さあ、サンクチュアリにやってきた。ちょっと暗いから一回寝ようかな。寝ましょう。まあ、7時間ぐらい。はい、OK。おっと。目の前にガービーがいる。You know that settlement you sent me to help?They've decided to join the Minutemen. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby Minutemen. It'll get more and more useful as we get more allied settlements. Eventually, you'll have help wherever you need it. So, the first step is complete. I don't think I ever told you about it. How I ended up as the last one.もしあなたが用意できているなら。I figured you'd tell me when you were ready. Have you heard of the Quincy Massacre? Quincy Massacre? 大虐殺? What was it? I thought everyone in the Commonwealth knew about that by now. Where the Minutemen betrayed each other and the people they were supposed to protect. I was with Colonel Hollis's group. A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there called for the Minutemen to help.We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on us and the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Colonel Hollis was dead. So I ended up in charge of the survivors. We never found a safe place to settle. One disaster after another. You saw how it ended and conquered? Concordo.諦めるだ。As long as you don't give up, the Minutemen will survive. I'm not about to give up, but I can't protect the Commonwealth all by myself. 私は諦めないが、私一人だけではコモンウェルスを守ることはできない。I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. ありがとう。Hey, that means a lot coming from you, Garvey. I appreciate that. Does that mean you'll do it? はい。Okay, I'll do it.Good. ガービーがあなたの仲間になった。Welcome aboard. I feel like this is a whole new start for the Minutemen and the Commonwealth too. Don't worry, I'll be right beside you all the way, General. 気に入る。So if I'm a general, where's my army? You're looking at it, I'm afraid. But I wasn't joking when I called you that. The leader of the Minutemen has always held the rank of general. General. Our last leader was General Becker. After he died back in 82.Nobody could agree on who should take his place. The one good thing about being the last Minuteman is there's no one to argue with me when I say you're the new general. Now it's your job to make it more than an empty title. I've gotten word about a settlement that's being threatened by raiders. I'll mark it on your map. We'll find out what they need. グリーントップナーサリーにおいてのレイダー問題。
なんだそりゃ。グリーントップナーサリーナーセリーにおいて移住者に話をしろ。場所はここ。またなかなか遠いね。だとダイヤモンドシティが落ちにあるんだっけか。じゃあサンクチュアリーをちょっと紹介しようかな。この前回の動画で見せたワークショップ、これでまたすごいなと思ったのが、今もだいぶ瓦礫を撤去しちゃったんだけど、こういう柵とかをスクラップにして木としてアイテム化できる。あとはなんだろう、あ、この辺の木もできるかな。こういう町の範囲内であればこういうものをスクラップして材料にしちゃってどかすことができる。こういうものとか建て直すこともできるし、でまたこういう建造物を選んで材料があればこういうプレハブをポンと置くことができると。だから建築センスさえあればどんどんいろんなものを作ることができると。これがね素晴らしい。とりあえず収納しておいて、あとたまにこういう町にあのレイダーたちが襲撃することがあるので、町の入り口に試しにこういう、ちょっと今防御の数値が低いけど、防衛のためのこういうバリケードを築いてタレットを置いたり、これさっきからあの敵が持ってたタレットと同じようなやつかな、ライトを置いたり、まあ、これは決してね最初からあったものじゃなくて、全部ハリボテだとかこういう階段だとか全てワークショップから作ったものです。これがすごいね。あとは水を提供するために、クリーンな水を提供するためにこれも置いたり、電気とつないでやってあったりだとか、あとは何だろう、今人口が5人から8人に増えた、こちらの方に食料のための畑も作って畑に今あるのがメロンだとか、あとトマトだとか、その辺ばっかりだけど、とりあえず食料はこれで OK。あとボロボロだった家はもう倒壊させ、もう壊すしかなかったので壊して別の建造物を建てたり、あ、これはちょっとちゃんとできてない、ハリボテでちょっと屋根が浮いちゃってるけど、こんな感じになってると、まあ、だからね、もっと材料があればね、もっと街を発展させて人をね集めて、かつての街のにぎわいを取り戻すことができると。だこの辺は動画界とかでおいおい発展させていくことにしよう。それじゃあ今回はこんなところにして、じゃあ次回、ちょっとまだダイヤモンドシティ方面が遠いので、ダイヤモンドシティ方面といったらどこだっけな、あ、ここか。ここら一帯のもうちょっと近くのクエストが発生したら行ってみることにして、次回はじゃあここのグリーントップナーサリーに行ってみよう。でまあどうしようかな、じゃあ周辺の探索はせずにこの辺からスタートして次回はやっていこう。それじゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。